はいどうもかっぱ園長ですじゃあこの動画でねアニメエキスポ2024でどこでやるか知ってますこれ昔この東京でもやったことありますよねうん毎年どっかしらで何かやってますけどこのアニメとか漫画とかのイベントってねうんえっ、ー、とねこのアニメエキスポ2024これアメリカの、えー、ロサンゼルスでしたっけ、はい、で そこに、なんていうのかな、まあちょっとなんか日本政府もじゃあ1兆みたいな、な本格的ななんかこのね、うん、いや、なんかいらんことしてほしくないけど、ただこの補助金とか助成金とかなんか中中スキームみたいなので、ね、反日売国税だけ売ろうっておしまいみたいな、そういうなんかこの切り口取っかかりに使われんじゃねえのかな、ちょっと警戒してるんですけども、うん。でね、そんなアニメとか漫画とかもう今、世界中でね、この日本のこのコンテンツとして、 まあもう自動車に追いつけ追い越せじゃないけど結構なね規模でね人も動くし金も動くしうんでまどさくさに紛れてねあいつらもこの絡んでくるぐらいの状況じゃないですかでそんな中ねとあるなんかこの日本に来ているこの外国人留学生の人たちがなんか日本には何でもあるけどね愛がないみたいななんかわけのわからんざれほど生えてきたアホがいたらしいんで。 何言ってんだよな <laughs> もう本当勘弁だよ <laughs>。いやもう不良外来者はもうね、本当、等しく片っ端からもうお断りしないとだめだね、うんえーと。日本には何でもある、でも愛がないと。うん、何を求めてきてんだろうな。 そんなにちやほやされるのが当たり前だと思われてもあ,のある意味このおもてなしとかなんかそういう日本人のこの、ね、昔は良かったなじゃないけどさ昭和の頃とかのいわゆるこのおもてなしよりももっと前かなうんいやもうそういうのこそ、ね、そういうのを日本人こそなんていうの切り替えるじゃないけどもうそんなそんなのは通用しないんじゃないけどつけ込まれる でそれが当たり前だと思われても困るんで、はっきり言って。ね、それがなんか成り立ったというか、それで世の中回っていたのは日本人同士。ね、日本まで日本雑の日本人同士でなんか譲り合いだったりとかさ。ねうん、敵ですらたたえてなんぼみたいな。なんぼではないけど、なんかそういうのあるじゃん,、うん。でもそういうのってやっぱり日本人同士じゃないと分かり合えないし通用しなかったと思うんですよね。うん その辺のズレがもうずれというかもうそもそも違うもんは違うんでさっきのなんかねあれじゃないけどさで何を期待してるのか知らないけど日本には何でもあるでも愛がないとベルギーの大学院に留学中、まあ、一時帰国しましたよとこれは日本人のなんだろこれ日記みたいになってるのかなでその際日本に留学してる外国人学生たちと一緒に過ごす機会があって 私がプロボロンでアンバサダーを務める世界の若者たちの国際会議、ワン・ヤング・ワールドの分科会が長崎で行われ、留学生を招いてのワークショップを主催することになりました。で日本学生支援機構、またうさんくせえな、<laughs> この調査によると、日本への留学生の出身地、中国が最も多いと。うん、まずここ断っていかないとな。 2位がネーパール、3位がベトナムああ、ここも断らないとダメですね。今回交流した留学生は、東ティモール、アルバニア、ミャンマー、ああベトナムああ、ソマリランド、イランなど出身地が多様で、さまざまな国籍の留学生が集まっている、ベルギーでもあまり接することのない出身国の学生もいたと。えー、留学生たちを話すと、私が日本人ということもあって、まずは口を揃えて日本のいいところを考えて、ああ教えてくれる。 が、少し仲良くなると、日本で生活することへの違和感を口にしだすと。えーまあ、日本のアニメに憧れて来日したっていう欧州、ヨーロッパからの留学生は、もちろん親切な日本人は多いと前置きした上で、常にイライラしてる人もいるし、それを周囲に撒き散らす人もいる。それ日本人じゃねえかもしれないな。<laughs> いるんだよ、日本にもさ、日本人のふりしたなんか違うやつが。うん。 あと日本のアニメと同じように、実際の日本には何でもあった。でもアニメと違って、現実社会には愛がない。なんかざっくりしてるよな。愛がない。日本社会に何を求めてんだろう。結局なの君らは君らで、チヤホヤされたいだけなのかで母国は日本のように便利ではなかったけど、人とのコミュニケーションの中に愛が溢れていたと。でもまあ留学とか、なんかそういう短期でも長期でも、ね、なんか移住したりとかなんとかその まあホームシックになってるだけなんじゃないのこの人たちは、それぞれ。うん。だからそういう時は一回でもいいし、まあもう引き払って、ね、二度と来ないでもいいし、ね、どういうあれなのか知らないけど、通過点なのか。ね。一回なんか祖国に帰って、そのそれぞれの母国のありがたみっていうか、なんかそう日本でもそういうのあるじゃん。なんだかんだ言って、よそ言って、ね。で、この外からね、日本を見て初めて日本の良さに気づくみたいなのはも、随分昔から言われるようになったじゃないですか。だからそういうことなんじゃないのうん。 まあ、とりあえず帰国すればいいんじゃ <laughs> ね、うん、母国の代わりを日本に求められても無理だぜ、そんなもん。うん、だからまあ、あれです。たぶんなんかもう、あのこのタイトルと、ね、この内容と、うん、もうこの手のなんかこういうのってもう定期的にねあのよく目にするんで、まあ、気づく人は気づくと思うんですけども、要はこれをね、まあ、 実際にこういう人がいる、こういう留学生がいたのかどうかなんてのは、はっきり言ってどうでもよくて、ね、うん、要は、この、こういう内容のこういう記事でもって、ね、これを仕掛けてきてるやつらがいるわけですよ。ね、どこを目指して何を考えてるのかって、そこなんですよね。ね、たぶん分わかると思いますが、要は、この外国人優遇につなげたいんですよ。だって、どう考えても、もう露骨に、もろでしょ、だってこんなの。<laughs> えじゃあとりあえず一旦帰国したらっていうその程度の話じゃないですか、でも反日クソマスゴミが、ね、こ,これを取り上げる、ね、でっち上げなのか、本当にインタビューしてそう,いう人もそういう話が本当にあったのかどうか、ね、そんなもん確認する必要すらないぐらいの、ね、こいつらが企らんでいるのは、はなから、ね、もっともっと日本に、ね、日本社会に、ね、外国人を優遇する、ね、外国人まず,まず外国人ありきの外国人優遇 うまあ、政策だったり、そういう社会にするだったりっていうのを、うそれが正しいんだと、まあ、要はこの五人、だから世論誘導ですよね、うん、そう、だからまあ、実際、ほら、なんか支援団体とかもわざわざ出てきちゃってる、ね、名前が出てましたけども、ね、とんでもない話だなって、普通に、うん、そんな金がかかって、でしかもその金を日本に出させてなんて、ね、うん。 来る時なのか、来てからなのか、両方なのか知らねえけどさ、うん、うん、とんでもねえ話だよ、本当に。に、ね。仲がいいとか悪いとかじゃなくて、大体んだよ、そのもやっとした愛があるとかないとか。ね、うん、どうしてもってうんだったら、ねえよ、なくていいよ。求める相手が違うだろうん。まあ、しかもね、どこの国があって、なんか名指しするとあれなのかもしれないけど、とにかく、なんか日本も都合よく利用して食い物にしてるやつばっかりなんだよ。 結局はでそれなんでかっつったら、ね、そもそもそういう輩からなんだ、ね、だってもうばれただろ最初は分かんなかったとしても100歩譲って、うん、そもそもだってもう仏壇移民党を筆頭によ、ね、政治や連中あるいはこの,、ね、このふざけた反日売国企業、うんまあ、経団連とかも含めて ドイツもこいつも日本を売り飛ばして食い物にしようとする、ね、そのためのこのツールの一つとして、ね、よさから人引っ張ってくるっていうのをやってるわけじゃんでなんでかっつったら、ね、これもよく言ってますけども日本社会を反日外国勢、ね、我々,日本我々僕とかあなたみたいに日本生まれ日本育ちの日本人じゃなくて、ね、こいつらにとってこいつらって今日挙げたこの留学生のことじゃないですよそれらを使って、ね、うん アギというかもうただただ果てしなく人外の下道、ね、クズ中のクズどもの反日売国勢にとって都合がいい社会に作り変えるための一つの手段に使ってるわけでしょ、こいつらを。うんね、よくなんか OEC で、何カ国中なんか、下から数えて何番手で、ね、日本はおうみたいな、でそこからの、ね、それをなんかこあと国連の方から来ました的なのを絡めてみたりとか。 うっせえわって話ですよ。日本を日本じゃなくしようとするやからは、もう片っ端から片付けなきゃだめです。うん。ね、日本が日本であり続けるために、ね、この不良外来者いらないんで。ね、やれ労働力側とか、もう知ったこっちゃねっつうんだよ。こんなもんなんかもう適当にな、もうだから詐欺師の常套句だよ、そんなのは。はっきり言って。う他にやりようはあるんだろうよ。うん。っていうのはもう何でも昔から言われてるだろう。 ね、それでも、ね、こんな平気でそういう反日売国勢は、ね、日本が将来どうなろうと知ったこっちゃねえと今、てめえたちが私服を壊すことができればどうでもいいっていう輩なんだからね、うたしなきゃだめですよね。うん、はい以上です